はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。59回目の今回は、初期の初期戦車。軍に興味がある人は知らない人はいない、あの戦車を作っていこうと思います。どんな戦車や？これだね。これあれや。レオナルド・ダ・ヴィンチが考案したという戦闘車両だね。リクエストをいただいた数は少ないのですが、360度攻撃に対応した方針配置にできるのか気になったので作ってみようと思います。今回は新しい技術開発的な感じやな。無事に完成するのか。とりあえず車体の色はこれにして次に進みましょう。あかねちゃん、質問なんだけど、この戦車どのくらいの大きさあると思う？え、せやな、直径は4メートルくらいやない？普通の車サイズというか、大きいワゴン車くらいのサイズだと思うよね。正解は直径 8.8 メートルのようです。え、9メートル近いやん。ウィキペディアに掲載された画像に 8.8 メートルって書いてあるんだよね。ほんまや。調べた限りこれ以外で直径などのサイズがわからず、今回はこの資料の数値をもとに似た形状を作っていこうと思います。大丈夫か？多分方針のサイズから比較すると合っていると思うんだよね。はい、では車体の底から作っていくのですが、この場合、実寸大で作るのではなく、縮小した状態で作って、形ができたら拡大します。大きいと作りにくいからな。車体の色はもうちょっと明るい色に変更しておきましょう。この戦車、見た目は丸いお鍋に蓋がついているような形ですね。丸い形を作らんとあかんな。その場合、便利なのは砲塔のターレットリングを作る設定です。画面のように、同じ位置に砲塔を置いて、ターレットリングを広げます。あとは、作りたい面の辺を分割。頂点を結合。さらに辺を分割。分割してできた辺をターレットリングの形に合わせるだけです。上のターレットリングの円を参考にするという感じなんやな。今回はサイズが巨大なので32角柱にしました。普通の装飾で円柱が必要な場合は16でいいと思いますよ。面が細かくなりすぎると逆に調整も難しいからな。これは床の部分になるのでぺったんこにして、縁の部分を作るため周囲を選択。エクステンドして。ちょっと見えにくいですが、今できた面を選択。そして、エクステンドして上に引っ張り上げれば形になります。おお、外側できたで。せや、これを直径8メートルくらいまで広げればええやな。そうなんだけど、床の部分だからもっと小さいんだよね。次に足回りを作ったんだけど、この車輪ね、直径は2メートルもあります。2メートルって背丈よりも大きいやん。とりあえずそれっぽい形を作って走行試験。おお、動いた。完璧ですね。遺体が細く厚みが薄いとすぐに切断するので、この厚さにしておきましょう。ゆるふわ軍事チャンネル。動くことは確認できたので、サクッと形を合わせていきます。今はお盆型やな。やり方としては縁の部分を選択。全部選択したら Q キーで広げるだけだね。おお、形になってきたで。あとは目的のサイズになるまで全体を縮小、縁の拡大を繰り返します。とりあえずこんな感じ。全体的なサイズ感は上部構造を合わせて調整します。屋根の部分はどうやって作るん？やり方はさっきと同じだね。32角形の円柱を用意して、全部選択して拡大。縁を選択してエクステンド。作った面の下側の面を選択してエクステンド。下側に引き伸ばして。あーねー、突然変な声出すな、ビビるわ。ファンサービスですよ。あとは参考画像を見ながら高さを修正。中央部分は穴が開いていたので選択してデリート。よく見ると屋根の部分が下にかぶさるような形状だったので、さらに伸ばしてみました。ここで段差できとるんか。最後の構造は先っちょ部分。これも作り方が同じか。広げたら上面を選択して縮めるだけだね。やり方わかれば簡単やな。はい、これで形は作り上げることができました。頭の部分が小さい気もしますが、細かいことは気にせず方針を乗せていきます。このダヴィンチ戦車、どのくらいの方針を乗せていたのか、詳しい内容は調べても出てきませんでした。どうするん？先ほどの CG 画像から導き出すと、方針の長さは約2メートル。飛び出す砲弾の直径は14センチくらいだね。となると、約 14.3 口径140ミリ砲やな。ダヴィンチのイラストでは車体下部に搭載しているね。重たいものが下にあるから安定性は良さそうや。考案された戦車に搭載されていた砲身は32本。え、 32？ スプロケットでは搭載できる乗員の関係で12本が限界でした。それでも結構な数やで。
この戦車最大の懸念は、12本の砲身をどうやって制御して発射するのかという問題。とりあえず、砲塔を12基乗せて、砲身と砲首、装填手をつけました。つまり、弾倉砲を360度、12基乗せた戦車という感じだね。それとんでもない戦車や。考えても仕方ないので試験してみましょう。いきますよ。全部発射しとるやん。砲手視点にしても、バラバラに撃つことができないんだよね。つんだ、なんとかせ。いろいろ考えて、それっぽく発射する案として、ファイアグループを分けることにしました。簡単に紹介すると、正面3つがグループ1、右側の2時、3時、4時についている砲身がグループ2という感じ。こうすることで、それぞれのグループで打ち分けることができる案ね。前回作った戦車みたいに砲塔を切り替えて撃つという方法か。ダヴィンチ戦車は砲身が固定された状態で搭載されたと考えられるのですが、これだと敵戦車を狙うことができないので、水平方向に30度、垂直方向に10度動くように設定。砲身が車体を突き抜けて動くことになりますが、多めに見てくださいね。まあ狙えんとやられる一方やからな。ちゃんと発射できるか見てみましょう。おお、ええ感じで撃てとる。これでいきます。それでは、装飾を入れる様子を見ながら、このダヴィンチ戦車について簡単に紹介していきましょう。動画の尺調整解説来たでこれ。このガーアンズが描かれたのは、1487年、約500年以上前だね。500年。ミラノのルドヴィーコ・スフォルツァの支援を受ける形で作ったもので、ダヴィンチは彼にこのような手紙を残しています。安全で撃破されない装甲車を作れます。大砲が備わった敵陣地に入り込むことができる。この装甲車の後ろに兵士を追従させることで無傷で攻めることができる。そんな感じの趣旨ですね。なんかどこかで聞いたことがあるような感じやな。ダヴィンチの設計は自然のデザインからインスピレーションを受けており、特徴的な三角形の見た目は亀の甲羅を参考にしたと言われています。亀さんか。この戦車はどのように動かすとしていたのか。あれ、そういえば蒸気もない時代やな。こちらの資料に内部構造が描かれているのですが、動力は人力です。人力か。4人の男性がこのクランクを回転させて前進。それで、戦車内の砲手が大砲を発射して敵を攻撃する、そんな運用方法だね。でもこれ動かすってかなり大変やない?大砲だけでどのくらいの重量があったのかは不明ですが、1本 50kg としても32本で 1.6 トンだね。1.6 トンか。全体的な重量としてはかなり少なく見積もっても2トン以上はあったかもしれないね。ちなみに今回作った戦車はゆかりちゃんに動かしてもらいます。へっ、ゆかりちゃんはボイル界の V12 エンジンって言われてるからね。ゆかり、いじられとるで。それでこの戦車の考案図、実は誤りが指摘されています。そうなん。このクランクなんだけど、このままではタイヤが内側に回転してしまい、前に動くことができません。ああ、そうか。そのため、構造としてはこのようにする必要があると説明されています。これなら前進できるな。なぜダヴィンチが初歩的な誤りをしたのかについては、彼は馬肉道の時計を設計するなど、このような構造に非常に詳しい人物でもあり、敵側にこのガーアンズが流出したとしても、機能しないようにしたなど、いくつか説があります。なるほど、そういう理由も考えられるな。説明は以上だね。後ろではこのパーツを付け終われば、戦車は完成です。それと内部構造は特に見えませんが、こんな感じに。よくわかりませんが、ここにキューポラを設置。またとんでもないところについとるで。この隙間からいやらしく外を覗ける感じだね。まあ砲弾も貫通せんような幅やし大丈夫やろ。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量175トン。ちょい待て、重すぎやろ。これね、直径 8.8 メートルあるんだよ。それくらい我慢しないと。いやいや。装甲は頭の三角と中央の部分が100ミリ。足回りがついた下側は80ミリとしました。傾斜が入っているので、被弾しやすい中央の構造は160ミリから220ミリくらいの装甲圧ですね。主砲は 14.3 口径140ミリ砲、これを12門搭載。最高速度はゆかりちゃんの大胸筋で変わる仕様です。アホなこと言うな。ちなみに制作時間は4時間と、ここ最近ではかなり短くなりました。それで、こちらがマウスとの比較。待て、これ想像以上にでかいで。第二次世界大戦中の長州戦車を超えるサイズという感じだね。もうむちゃくちゃやろ。ではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。配置はいつものように、私は砲手やるから、あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは動力ね。動力了解や。
それでは戦闘開始。筋肉筋肉。よいしょ。みんな準備 OK？ ええで。ゆかりちゃん準備 OK？ どう考えても無理だろ。それじゃあ発進。ゆかりちゃん側。今こそボイロ界の V16 エンジンの実力を見せるとき。さっき V10 に行っとったやろ。肩が。そんなんじゃ更新できないよ。昭和の球児か。これ重すぎて。まあ170本くらいあるからね。無理に決まってるだろ。これ以上やるとゆかりちゃんの汗がやばいのでエンジン乗せます。最初から無理分かってたやろ。というかぶっちゃけこの足回りだとゲームでは動かないんだよね。こんな感じで大量の天輪を乗せて重量を支える必要がある。さらに沈み込み防止用に体をつけます。それじゃあゆかりちゃんはキューポラに入って状況報告してね。任せとけ。では戦っていきます。久しぶりにこのシナリオやな。第二次世界大戦中期頃の戦車が出てくるシナリオだね。いつものはさすがに倒しきれないと思うので、まずここで遊んでみましょう。中日の方向的戦車。アカネちゃん、狙えないからもうちょっと前進。了解。いきますよ。あーん、ポイント。ちょうだい。ちょうだい。いきますよ。あーん、ポイント。こっちみんな。まあ、稀にそういうこともあります。いつもやる？発射。あら？砲弾同士がぶつかって消失。これね、同時発射するとこういうことがあります。敵戦車の砲塔に命中、撃破。よいしょ。砲塔に命中、撃破。これ当たれば意外と撃破できるな。正直正面の3つ以外の砲身使ってないけどね。敵戦車撃破。この戦車最大の欠点は砲身が車体の底についていて狙いにくいことかな。地形に凹凸があると隠れてまう感じか。そういうことね。さらに敵戦車撃破。よいしょ。冗談。よいしょ。射撃ミス。ポイント撃破。砲弾爆発。あれ？真面目にやれ。これね、すぐに砲弾同士が当たっちゃうね。敵戦車の車体を貫通、撃破。それに照準がプルプルする問題は解決不可能。これ何が原因なん？砲塔か砲身の動きの設定が悪いのかな？敵戦車、残り2両。11時の方向敵戦車。この子ね。というかほんまに正面の方針しか使っとらんな。ダヴィンチ戦車は多分戦車内から再装填できない設計だからたくさん乗せたのかな。アカネちゃん線路超えるよ。了解。あかん、線路に引っかかって撃破判定や。さっきつけたお体が引っかかったね。想像以上に装甲が優秀だったのでいつものシナリオでも遊んでみましょう。11時の方向敵戦車発射。敵戦車撃破。おお、第1波の軽戦車やと普通に撃破できるな。余裕ですね。激しく長弾。11時の方向敵戦車3両。アカネちゃんちょっとバック。さすがに抜かれる可能性あるか。くらえ、140mm 積んだろ。長弾。あれ？くらえ、140mm 積んだろ。意外と砲塔弱点なんだけど、どういうこと？冗談。防銃に当たって冗談やろ。おりゃ。敵戦車炎上。ずいぶん砲弾溜め込んでいたみたいね。今ダメージ入ったで。100ミリに傾斜入れても抜かれるね。ちなみにどこを狙われているのか。待て、車体の隙間通過していったで。これね、先っちょのところも狙ってくるんだよね。そういえば前もこんなことあったな。しかも車体で長弾して弾が三角形のところに引っかかって内部に入っちゃうんだよね。致命的な欠陥やろ。もちろんガルパン仕様なのでゆかりちゃんは無事です。多分言うな。それでは撃破していきます。敵戦車炎上。ぶっちゃけこれだけ砲塔があっても使いにくいね。ゲームでは自由に撃つことができんからな。敵戦車残り1両。よいしょ。敵の第一波全滅。これが第一波が終わった時点での被弾箇所だね。あれこう見ると車体下部もかなり狙われとるで。下は装甲が20ミリ薄いんだよね。つまり敵さんはこちらの装甲が弱いところを知っていて集中的に狙ってくる可能性があるね。それ反則やん。では続けて重戦車線やっていきましょう。約500メートル先、丘の上に敵戦車。今日の敵さんは何かな？多分ティーガーワン。もしかしたらギリギリ撃破できるかな。あかん、これ命中する前に砲弾ぶつかるわ。逆に抜かれるかもしれないから交代して至近距離で攻撃する方法で。了解や。バッ
リード出るな。ひっ、ちょっと今のリプレイ出して。たまめり込んでるやん。ティーガーの砲弾サイズだから内部に入らなかったね。ゆかりちゃん間一発危なかったが、そして冷や汗でシュゴイコバに11時の方向敵戦車。敵さん来たで。これやっぱりティーガーだね。あちょ、砲弾接触して爆発。皆さんこれ鉄鋼弾ですからね。あいた、これ打ち下ろしやから貫通されるで。その前にやります。お腹のところにビヨンとの野球。ティーガー1撃破。おお、やったで。これを繰り返せば余裕の勝利だね。丘の向こうに敵戦車。あーんポイント。ティーガー1炎上。これ完全勝利きたで。あいた、8時の方向400m先敵戦車。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。今回は珍しく負けやな。実際に木で作ると100ミリくらいの厚さかなと思って同じくらいにしたんだけど、ちょっと薄く想定しすぎたね。でも屋根のところを150ミリとかにするとかなり重たくなるで。そこなんだよね。今回はドビーチ戦車を作ることがテーマでもあったので、だいたい金属で同じサイズで作るとなると軽く100トンくらいの重量になるということが分かっただけでよしとしましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。